ケイティエムカタネムイエーイピザです。はい、はい、めっちゃ久しぶりでございます。競馬チャンネルでございます。はい、もちろん競馬チャンネルです。もともと競馬チャンネルですか。 もちろんです。もう今年1年総括する大事なレースが、大事なレースが何でしょう。日本ダービー。何でしょう。有馬記念。よーし、有馬記念来ました。全国民、全世界中が大注目するレースなんですよ。ここは落とせないと。ここで当てたい。そう、もう風チャンネルの名誉をかけて、かけて、はい、ね、存続をかけてね。存続をかけて、はい、本当にこれ当たんなかったらね、うん、来年ないかもしれない。ないないない。これをね、今日は予想していこうと思うんだけど、はいはい、実はね、この有馬記念、結構、今日は今年1年の世相を反映した馬券とか、馬番とかがよく来ることが多いんですよ。世相わかるかな、みんな。例えばいくよ。2001年にアメリカ同時多発テロがありました。その年に来た馬がマンハッタンカフェとアメリカンボス。アメリカンカフェです。すごいね。すごいですよ。でちなみに2012年、うん、日本の今年の漢字とかありますか。はい、2012年は金だった。金だったのが、その年に来た馬がゴールドシック。ほう、ゴールド、ゴールド、うん、金。そう、うん、ちなみに2016年も今年の漢字は金だった。はい、多分オリンピックは高いと思うけど、ね、そうね、あの金メダルも、ね、うん、そう、金。その年もゴールドアクターっていう馬が3着に、うん、すごいね、うん、偶然ではないでしょ、これも、うん、なんかね、狙いに行っとる、狙いに行っとるJRA が狙いに行っとる。他なんかある。他はね、2014年、有馬記念に来賓として長嶋茂雄さん、監督ね、が来てたんです。でその年の有馬記念のレースで勝ったのがジェンティルドンナっていう超強い名馬。ジェンティルドンナ、ジェンティルドンナ、それはドンナって何が。それね、それがね、ジェンティルドンナの誕生日と長嶋監督の誕生日一緒だったんです。おー、え、怖いね、怖いぜ。で、2016年、はい、この年に JRA のアンバサダーとして田中将大選手、うん、ヤンキースのね、うん、マー君の誕生日が11月1日なんですよ、うん、そのレースも1着11、2着1で決まってるわけです。簡単、簡単ニュース、楽勝。そんなことはない。このデータから来たらもう楽勝ですよ。そうね。なんでこれを踏まえて、踏まえて、じゃあ今年1年何があったかと。何があった。ああ、もう、ああ、もう ね、 ね、みんな今ね、一斉に同じやつが、うん、パパパパパパン。そう、これしかないね。これしかないね。コロナ、コロナ、5、6、7、うん、来てほしくないけどね。ちょっと ね、あんまいいニュースじゃないからね。縁起悪い、縁起悪いからね、うん、もうちょい縁起いいニュースで。そうそうそう、あのね、藤井聡太七段が最年少タイトルを取ったね。渋いっすね。17歳11ヶ月でございます。おお、将棋好きなの。将棋嫌いです。で出す。17、11ってことです。そうだね。だけどそれだとちょっと弱い気がする。弱いね。はい。ああ。はい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 。やったじゃん。こういうやつ。やったね、これ。鬼滅の刃。鬼滅もね。うん。多分絡んでくる。ほぼほぼ間違いない。JRF そう、F じゃない。TRF みたいに言えば。JRA ね。JRA。うん、かまど炭治郎。知ってますか？知ってます。炭治郎くんが着てる羽織の色って、うん、
緑と黒、うん、競馬にも色があるんですか。そう、色で振り分けられてる騎士が被ってる色、うんうん、で黒と緑あります。あっちゃう、あっちゃう、ね、これが枠で枠でね、2と6なんです2と6、うん、枠連で2、6買っとけば楽勝です。あります、あります。鬼滅の映画、鬼滅の映画、うん、すごいよね。見てないの？見てねえよ。普通見てねえらしいですよ。でね、その、はい、映画の公開日、公開日、うん、10月16日16日、うん、なんで10と16で、その内容としてはやっぱり連絡さん出てくるわけです。うまい、うまい、やってたの、そう、あの煉獄さんばけ、うまい、うま煉獄、うまい、ごとき、うん、あ、俺それ好きだな、それ好きだわ、そう、いいね、うん、それいいじゃん、いいじゃん、いいね、それいいわ、うん、煉獄優勝、うまい、優勝、楽勝、楽勝だけど僕らこれ買いません、買いません、ね、ごめんね、ごめんね、うん、まあ風チャンネルとしてはやっぱり。そうね、もうデビューイヤーなわけじゃないですか。風チャンネルにまつわる数字を買いたいわけです、ね、はいはい、そうね、じゃあ初動画投稿日とかね、うん、覚えとる、5月31日、そう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 、5月31日ね、はい、531日とかね、一度もいいし、最初に決めた秒数とかね、あの洗面器か、洗面器、ひよりが顔面洗面器だった秒数、秒数じゃあ18秒25、18番、2番、5番、これでどうですか？弱い、弱いね。てかもうそろそろ1回ぐらいさ、うん、当てたいよね、当てたい、ちょっと広くいきましょう、数多く買っちゃいましょうよ、みんなの誕生日、みんなの誕生日、あの出演メンバー、なるほど、女の子が1、2、3、4、4人、うん、と、シュウさん、はい、と僕、はい、で、6人、6人、うん、で、いいかな、うん、うん、ちょっと待て、だっけ、カドちゃん、カドちゃんいた、いたわ、そういえば、みんな多分覚えてないよ、多分覚えてない、カドちゃんも入れてあげる、はいよ、うん、オッケー、あっ、あっ、でオープンからいてくれてるクマさん、うん、クマ、じゃあ風の誕生日にしますか、6月13日、うん、じゃあ、クーマンは6月13日、はい、6月13日、あとは、みんなの誕生日で、うん、買いましょう、はい、ババン、こちらです、で、じゃあ、有馬記念もね、ガツンと当てて、2021年、いい年を迎えたいですね、はい、悔いはないですか、え、悔いはないですか、はい、じゃあ今年の有馬記念も頑張るまい、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。